こんにちは。今日はリボンの形の指輪を折っていきます。15センチ角の折り紙を4分の1サイズにカットします。これを使います。今回は分かりやすいように大きめの折り紙を用意しました。これで折っていきます。まず4分の1にカットするところからやっていきます。折り紙を半分に折ります。開いてさらに半分に折ります。ここを切っていきます。これを使って折っていきます。指輪の色になる面を下向きに置いてください。まずは横向きに半分に折っていきます。一度開きます。真ん中の線に向けて折ります。繰り返し反対側も真ん中に向けて折ります。今度は長い方を半分に折ります。一度開きます。できたらこの中心に向かって45度傾けて折ります。戻して反対向きに45度に折ります。戻します。半分に折り、今折った折り筋のところを内側に折り込みます。反対側も同様に内側に入れます。この三角の角のところに向かって折ります。反対側も同様にこの角のところに合わせて折ります。できたら今折ったこの角を折っていきます。開
いていきます。リボンの大きさにしたいだけ折り曲げて、この角に合わせてもう一度折ります。反対側も同様に同じぐらい折り曲げて、この角に向かって合わせて折ります。このような形ができたら、指輪の細い部分を作っていきます。半分に折り、この部分は三角形になるように開いてください。反対側も真ん中の線に向かって折り、三角に開きます。できたら、ここの角に入れます。反対側も差し込みます。輪っかにして、片方を中に入れ込みます。難しい場合はテープやのりで留めてください。これで折り紙の指輪の完成です。意外と簡単で可愛い折り紙のリボンの指輪、いろんな色で作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしております。